皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、今の自分の姿は過去のあなたの思考ということについてお伝えしてみたいと思います。皆さんがね、今どういう状況であるのかっていうのは、この状態での私はよくわからないんですが、例えば今がものすごくハッピーで楽しくって毎日が充実しているっていう方もいらっしゃるかもしれないし、なんだかうまくいってない、ついてないなとかいう、もしかしたらちょっと残念な状況になってる人もいるかもしれませんし、特に何事もないっていうタイプの人もいるかもしれないんですけれども、いずれにせよ、どんな状況にせよ、その今の自分を作っているのは過去の皆さんの思考ないしは行動が今を作ってるっていうことを、まず理解していただくといいかなというふうに思います。要は今そうなっちゃってるのは今なっちゃったわけじゃないっていうことですね。その蓄積の時間が長いタイプの人と、急激に変わっちゃって急転直下のごとく状況が変わっちゃうっていうタイプの人もいらっしゃるケースはあります。だけれども、大概は時間が緩やかに流れた中で今の状況を作り上げているっていうケースが多かったりします。徳を積むっていうか、いいことをね、頑張って地道にこうやってきて花開いているっていう状況を作るケースもあるし、逆にあんまり良くない状況を地道に悪い習慣を作り上げちゃって今の残念な状況を作ってるっていうケースもあるので、直さなくてはいけないのは、今直してもすぐには変わらないっていうことを理解した上で、今チャレンジできるのは未来の姿を作っていくためのチャレンジは今できるっていうことですね。過去を嘆いても過去を後悔しても過去は変わらないので、未来は変えることが基本的にできます。だから未来からの自分を見て今何をやるべきかっていう逆算思考で考えると、やるべきことが見えてくる。例えば毎日やらなくてはいけないことができなかった場合には、その未来にその結果ができなかったっていうことで、成長しなかったっていう姿が未来に待ってるだけになりますし、今辛いけど頑張ってとにかくチャレンジしてなんとかこなして頑張るんだって決めると、未来はその花開いた結果の未来がそこにあるっていうことになりますので、その未来の姿の自分を信じられるかっていうことで今の自分が決まっていく形になりますね。ですから、うまくいってる方は慢心することもなく、その状況を保てるように頑張ったらいいと思いますし、今が残念な状況になっている人だとしても、その残念さは今変えればずっと続くものではないので、そういった意味では未来を想像して今を過ごすっていう思考でやっていっていただけるといいんじゃないのかなっていうふうに思いますので、そんな日々にしてみてください。はい、それでは。